実はマイクをね、いつもその収録、いつものやつじゃない、いつものG533 じゃなくて、収録用のシュアーのマイクにしてるんですけどもね、まあ、結構音質はクリアだとは思うんですが、いかんせん、このヘッドホンマイク、すごく、こめかみに圧力を感じるんですよね。で、このこめかみに圧力を感じるのがね、なかなか痛いもんでね。我慢できなくなったら G533 に戻します。出た！エーペックス界のドスケベマシン、ワットソン。今回のチャンピオンを紹介します。では、いるんだよな。標的を発見。あっちに敵を移動しましょう。こっちへ行こう。よく倒してくれた。武器がねえんだ。いや、モザンビークでもいいわ。ライトアームがいる。ライトアームを発見。私だよ。助かる。注射器を発見。俺が誰だか分かってんのか。ライフラインだぜ。頼まれてちょうだい。上を取りたいな。わお、強っ。で、ナイス。大丈夫。ただのかすり傷よ。リロード中よ。傷を手当てしている。注射器を発見。敵を確認した。頼まれてちょうだい。ヘビーアームがいる。リングまで距離がある。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2よ。メルシー。リングまでは距離がある。残りは45秒しかないわ。俺もスピットファイア使うか。ライトはもう欲しい。I need。 拡張ヘビーマガジンを発見。レベル1よ。ラッキー。M6か。OK。手早に行ってた。ランオフいなさそうだ。聞こえる？ケアパッケージが投下されたわ。ウィングマンを発見。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2よ。これでいくか。G7 か。どうしよう、シールドセルが足んねえんだよな。いかんせん。結構あるな。ライトアームを発見。ポップアップはピースキーパーを発見。ショットガンボルトを発見。レベル3よ。武器持ち帰った。ボディシールドを発見。レベル3よ。これは使える。こっちにいいものがあるのかも。あれ？ボディシールドどこ？この上か。ラウンド2はいつもずっとこんな音なのかな。ヘルスドローン展開中。医療キットを発見。スコープを発見。スナイパー用よ。行きましょう。了解。あと1分。リングは近い。ヘビーアーモがいる。ライフラインパッケージ要請中。 R301 を発見。残り45秒。リングはすぐそこ。エネルギーマガジンを見つけたわ。レベル3よ。リング閉鎖まであと30秒。もうすぐそこよ。ヘビーアモを発見。ありがとう。極端ガントレット、空きじゃね？空いてるわ。こっちを探索しよう。今のは忘れて。バックパックレベル3位だ。こっちへ行こう。バックパックを発見。レベル2よ。報告。ケアパッケージを輸送中です。ケアパッケージ効果。R99を発見。みんな一斉に来た。ホップアップを発見。ターボチャージャーよ。トリポーテイク。こっちへ行きましょう。オッケー。どんどん行くね。全員リンオッケー。了解。これはワットソンだから防衛戦に入った方がとても良い傾向でございますね。どこのランクマッチだよって思うけど、だがとても良い。これどっかから上上がれたよね。ここだ、ここからだ。あれ？あれ？登れないぞ。ああ、武器を外さないためなのか。どこ？わかった。あれか。確かに。アーチに標的だ。警告。リング検査中。リングの中にケアパッケージを輸送中。ケアパッケージが投下された。なんかすげえ軽い音してない？カウントダウンが始動。全員リングの中だ。ナイス。いやー、ロングボウ持ってるといいよなー、こういうタイミングは。うん。かなり近いところまで来られた。うわあ、ここ置けないんだ。あと3部隊。やり合ってんだよな、この向こうで。シールドリチャージ中。警告、ビールの閉鎖が始まっています。空中の電荷を感じる。横輪から殴りつけている。安全よ。残す部隊はあと1つよ。ちくるはずなんだけどな。当たんね。わお。フラグを投げた。シールドを回収。フラググレネードを投げた。上から見るか。私たちは一人じゃない。こっちを見。失礼。今のは撤回するわ。シールドをリチャージ中。まだアンチなんだ。標的を発見。だ。見えねえなあ。気をつけて、グレネードよ。あ、これデコイだ。おお、よしナイス。ヒュー。ワットソンだと本当にこもりゲーが強いな。やったぜ。ランクマッチやってんのかと思ったけどな。これランクマッチかな